ハイン・ディヒリヒ・エッテルインは、ドイツ系のデンマークの画家である。当時スウェーデン領であった、グライフスバルトの大工の息子に生まれた。1821年に、デンマーク王立美術院に入学し、デンマーク王本時代と呼ばれる時代の中心的な画家、クリストファー・エカスベアに学んだ。1833年、1837年に、 王立美術院の金賞を獲得して、1839年から4年間の留学資金を与えられ、イタリア、ドイツに留学した。イタリアでは、キリスト教美術の再興を目指して、ウィーンの美術アカデミーの学生が創立した、セールカ兄弟団の若い芸術家たちと交流し、古代神話や聖書の物語を題材に絵画を描いた。 ベルテル・トーバルセンを中心とするローマを訪れていた多くのデンマーク芸術家のサークルの中で過ごし、トーバルセンの影響も受けた。建築における装飾画も描き、学生時代からコンスタンティン・オンセンと共に個人の邸宅の装飾を行い、1835年からはあまり遠方宮殿の国王の寝室の装飾画を描いた。その他、クリスチャンス・ボー・の壁画、 天井の装飾画を描いたが、これらは1884年の火事によって失われた。ありがとうございます。